皆さんこんにちは、ニンニンとニンタです。本日は本題を話す前に、この動画をできるだけオープンな気持ちで見ていただきたいので、最初に言わせていただきます。スーパーナブラさんが先日出した動画なんですが、動画の詳細は後ほどお話します。とてもね、共感できる部分が多くて、基本の部分は私が言いたいことと同じだと思ってます。ただナブラさんと私じゃ伝え方が違うのと決定的に違う点が1点あります。道の駅での車中泊が禁止だって思ってる方も最後までね、見ていただければと思います。この動画を出すかすごく悩みました。いろんな方にも相談しました。なぜかというと、ナブラさんのファンの方からバッシングの嵐になると予想したからです。この動画を出すきっかけとなった出来事は、昨日うちのチャンネルの道の駅の禁止に関する、各動画にいきなり低評価がすごい増え始めました。これは何ぞやと思っていたら、視聴者さんがスーパーナブラさんが道の駅で車中泊ができませんという動画を出してると教えてくれました。おそらくうちの動画がね、関連出てきて、そこから流れてきた人たちがバンバンね、低評価作れてくれたんだと思います。車中泊って言葉は定義も根拠もない言葉です。要は車で寝たり休憩する行為全般が車中泊と呼ばれてます。そして人によってね、解釈も全然違います。初めての方もいらっしゃると思うので、私の活動を話します。道の駅はドライバーのために作られた24時間駐車場が開かれた公共の休憩施設です。居眠り運転防止や疲労による事故防止、あとは路上駐車をなくすために税金で作られてます。要は皆さんがね、安全運転をするために作られた施設なんですよ。ここ重要です。法律と最高裁判では公共施設での制限行為は許されてません。なので車中泊を禁止にしている道の駅はそもそも勝手に違法なことをしてます。今回多分4回目かな。スーパーナブラさんが勝手に道の駅での車中泊はできませんと言ってます。これは完全に勘違いです。国土交通省の見解はこちらです。車中泊は大丈夫なのかという Q&A に、宿泊目的のご利用はご遠慮くださいというのがあります。何度も説明してますが、ご遠慮くださいはできるだけ控えてねって意味なんですね。禁止やできませんではありません。そして宿泊目的のね、目的はあえて使ってるんですよ。どういうことかというと、今日は道の駅で車中泊して遊ぶぞ、楽しむぞという行為は禁止じゃないけどできるだけ控えてねって言ってるんですよ。では宿泊目的じゃない宿泊とは何なのか。 A 地点から B 地点行くのに途中でね、仮眠や休憩のために宿泊する行為は問題ありませんよってことなんですよ。そもそも宿泊は禁止でもないし、車中泊も禁止ではありません。ただ駐車場でね、テント張ったり椅子出したりテーブル出す行為は明らかな危険行為なので禁止です。今述べたものはね、国土交通省さんの方にも何度も何度も確認させていただいてます。ここで一度言っておきます。決してね、道の駅で車中泊することを勧めているわけではありません。車中泊を思う存分に楽しみたいって方は、名倉さんが言ってるように RV パークやオートキャンプ場を利用するのが一番おすすめです。そしてね、私が今から話すことは休憩仮眠の車中泊の話です。ホテルやキャンプ場や RV パークを使えばいいじゃんっていう方いらっしゃいますが、使いたい人がね、使えばいいこと、お金がないんじゃないかとか貧乏旅すんだとかいう人もいますが、道の駅でね、地元の名産品を購入したり食事したりして地域貢献する人も車中泊する人ならたくさんいます。これも何度も動画で伝えてますが、私たちはね、お世話になった道の駅で何らかを購入し、その周辺のね、観光案内もしております。どこでお金使うかっていうのは個人の自由ですよね。そしてもう1点、車中飯もできませんって、これもね、主観的すぎます。
まず火気厳禁という言葉を勘違いしてます。そもそも火気厳禁って火災予防条例で決められたとこにつけなさいっていうマークなんですよ。それを勝手に消防署の許可なしで使ってるだけですからね。車中飯で火を使ってもタバコ吸っても何ら問題ございません。ただね、最低限の消火具や換気は必要です。火災原因の1位はタバコです。車両火災の原因1位もタバコです。もし安全を危惧するならタバコ吸ってる方に消火具の用意とか注意を促した方が火災は減ります。名村さんがね訴えてるように、マナーやモラルが悪い人を少しでも減らしたいっていう気持ちは一緒です。名村さんはね正義感がとても強い方だと思います。ですがマナーやモラルがね悪い人なんてそこら中どこにもいますし、ね、普段運転しててもね全然いますよ。道の駅に限ったことではないです。有料のキャンプ場にもたくさんいるし、有料施設や民間施設やスーパーやコンビニどこにでもいます。今回名村さんが流した映像はごく一部です。私は150箇所以上の道の駅を全国見てきましたが、このような方はいませんでした。もちろんねマナーモラル悪い方も何箇所かいましたけど、ここまでひどいのはいませんでした。夜間の高速のサービスエリアでは正直この状況は日常茶飯事です。それなのに道の駅ばかりが悪い印象を持たれるのは、道の駅を愛する私としてはものすごく悲しくなりました。もちろん他もやってるからいいじゃんと言ってるわけではありません。何かねおかしいなと思ったら即通報すればいいんですよ。それをね取り締まるのが警察の役目です。名村さん自身がね休憩は何時間、仮眠は何時間って決めてしまうと、ね、それがねマナー化してしまいます。それはねとてつもなく危険な行為なんですね。名村さんに憧れていろんなところに旅する方もいらっしゃると思います。そんな方が十分にね安全運転できる状態じゃないのに、マナーだからといって事故を起こしたらどうするんですか。車はね便利な乗り物ですが走る凶器なんですね。簡単に人は死にます。そしてね地元住民まで巻き込んでしまう可能性だってあります。もちろんマナーやモラルは大事です。でも一番にね考えないといけないことはドライバーの安全運転です。私が言いたいのはここです。道の駅での車中泊禁止というのはドライバーのね安全運転の妨げになります。今回ね名村さんがしたことはね安全運転したい人からにとって逆にもうマナー違反なんですよ。ある人にとっては車中泊は車の中で楽しんで遊ぶみたいなことだけだと思ってる人もいるし、そうそうそう、もう片方にとっては休憩仮眠とか、ね、休憩仮眠だけ、てか休憩仮眠の人がほとんどだからね。だから一概に禁止しちゃいけないんだよ、うん、道の駅のコンセプトは快適にね休憩ができるようにです。名村さんの動画を見させていただき、快適にね休憩できているようには全く見えませんでした。名村さんのようにね正義感を持ってマナーやモラルを訴えることは尊敬しますか。道の駅での車中泊を禁止してしまうのは仮眠休憩したい人の妨げになります。休憩の時間が4時間しかないのにホテルに泊まっている様子もありましたが、マナーやモラルが悪い人のせいといって道の駅での仮眠休憩ができないというのはおかしいと思いませんか。私も名村さんの動画でコメントしたし、その他のたくさんの視聴者さんもコメントしていたのに、私もいろんな視聴者さんの意見もブロックされてしまいました。なかなかね思いは届かないです。名村さんのマナー違反の映像を見るとスカスカの駐車場で空いてるから迷惑ならないやという考えで止めてるんだろうなと思いました。周りから見たらねマナー違反ですが、その下からしたらね全然空いてるからマナー違反ではない。マナーやモラルってね主観的な部分が大きいので、もう全員にね伝えることって難しいです。伝えたいことを伝えるのも難しいです。表現の自由は誰にでもあります。でも名村さんは登録者がね10万人もいるチャンネルです。正義感だけではなく法律やルールも確認してから発言してほしいと感じました。マナーやモラルも啓発していく活動、もしよかったらね一緒にやりたいです。名村さんがね猫の愛ちゃんを保護した同時期にインタも保護してます。道の駅をね愛する気持ちも一緒です。
マナーやモラルを考える気持ちも一緒です。ただ事実をねじ曲げるようなことを言うんではなくて、どのように減らしていくか、私と真剣に取り組んでいきませんか。いや、変態忍者とはちょっと嫌でしょ。なんで以上あの可愛い子をちょっと一緒に婚約書いたりとか。いや、そこですよみんなで道の駅を使いやすくして安全運転できるように、そしてマナーやねモラルができるだけ悪くならないように、一緒にね啓発活動していきませんか。下にねメアド貼ってあるので連絡お待ちしてます。いただいたコメントがね今まで通り全部返信させていただきますが、根拠がない批判コメントや主観的批判コメントはご遠慮ください。そしてね、今まで道の駅については取材や動画を作っておりますので、こちらをご確認ください。コメント欄にいろんな意見が飛び交うと思います。皆さんね定期的に覗いてみてください。はい、動画の方がね参考になったと思った方、動画の評価ですね、グッドボタンとチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。